藤子です。今日はイタリアから宇宙から届いた曲があるそうなので聞いてみたいと思います。じゃあどんなかな、行ってみよう。えいっほっ。 This is future music。 よろしく。いきなりノリノリ。ラップ？6番目のマルモットだった。宇宙人ですか？私は未来です。え、なんか微妙に日本語が入ってるけど、ちょっとおかしいのはわざとかな。どういう意味？レッドスカイ。かっこいい。てってってれれれってってれて。かっこいいですね。面白かった。多分彼らは1000年後の未来からやってきた宇宙人で、あなたも宇宙人ですかって問いかけてきてるのかな。すごい面白かった。急に感動詞が入ってきたりと、歌詞がここにあるんですけど、奴らは俺の頭の中に知識を植えた。俺が森で奴らが嵐であるように。なんか壮絶な体験をしたんですね、きっと。俺は進化学の6番目のモルモットだった。なんか被害に遭いそうになって逃げ出したんでしょうね、きっと。ああ宇宙人ですか。千年に一度のバンジージャンプをして出来上がり、私は未来です、よろしく。おー、すごい。やっぱさすが宇宙人ですね。頭が良くて日本語も使いこなすという。よろしくっていうのはやっぱり以後お見知りおきようとか、これからうまくやってねとか、ものすごく便利な日本語なので、皆さんもぜひこれを気に知ってください。よろしく、フォーマルに言うとよろしくお願いしますとかね。でも建造物も本当に未来っぽかったし、日本人風なのかな、女の人たちを従えてて迫力がすごかったですね。赤い空子とレッドスカイさんが全部作詞作曲プロデュースをもう総合的にしているということで、才能のある宇宙人ですな。個人的にはあのマスクの上に書いてある赤い空っていう日本語が好きです。面白かった。てってれれれてってれて。そんな感じでこれからもレッドスカイさんの音楽楽しみにしてます。じゃあまたね、バイバーイ。 See you。 よろしく。